アントネ・ラ・コンフォルトラは、イタリア、トレンティーノ・アルト・アディジェ州トレント県カバレーゼ出身の、クロスカントリースキー選手。1993年12月11日に、クロスカントリースキーワールドカップに、デビュー、5km クラシカル69位となった。1998年長野オリンピック代表に、選ばれ、15平方キロメートル7位、30平方キロメートル0位。 1999年、ノルディックスキー世界選手権では、サビーナ・バルブーザ、ガブリエラ・パルッツィ、ステファーニア・ベルモンドと共に4、5キロメートルリレーで、銀メダルを獲得した。2002年ソルトレークシティオリンピックでは10キロメートル34位、15キロメートル16位、30キロメートル19位。2005年、ノルディックスキー世界選手権では、ガブリエラ・パルッツィ、アリアンナ・ホリス、 サビーナ・バルブーザと共に4、5キロメートルリレーで銅メダルを獲得。2006年トリノオリンピックでは同じくパルツィ、ホリス・バルブーザと共に4、5キロメートルリレーで銅メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックに4度目のオリンピック出場を果たし30キロメートルクラシカル16位となった。コンフォルトラは夏季にはフェルランニングの選手として活動し、 2002年のマウンテンランニング世界選手権では2位、2003年のマウンテンランニング欧州選手権では3位、2007年と2008年のスリーピークスレースで連覇するなどの好成績を残した。この競技を通して知り合ったニュージーランドのマウンテンランニング選手で陸上競技のオリンピック代表でもあったジョナサン・ワイアットと2009年5月に結婚した。 2006年には、イタリア共和国功労勲章カバリエーレを受賞した。ありがとうございます。